ただ呼び古文、記述演習。この時間は僕、浅倉司がお送りいたします。はい、今回の問題確認しましょう。第12項のテーマは、内容説明の6です。テキスト、概要欄からリンク飛べるようになってんで、ぜひね、確認していただいて、えー、予習してから臨んでほしいと思います。さあ、これでですね、とりあえず内容説明の問題は、あ今回でラストになります。 あの、後半3つはですね、ちょっと授業時間的にも非常に長く扱いました。っていうのが、まあ、ボリュームがね、えー、非常に大きい内容説明をやっていたってことまでですが、もう今日はですね、もう長いったらありゃしないんだね。それが、あテキストをダウンロードね、えー、してくれてる人は見てもらうとですね、もう回答欄がなんだこの大きさはですね。まあ、だいたい、えー、横1.3センチを1行ぐらいと見なしていただいて、 大体ですね、これ4行分ありますので、今日の回答っていうのは、まあ、1行25時程度をベースにするなら、まあ、75時から100時。まあ、場合によってはもっとそれ以上ね、えー、超えてしまって回答を作成することになるかもしれません。人によって字の大きさって違うからね。でも、大体それぐらいだってことです。つまり100時ぐらいね、回答を書かなければいけないので、もう非常に大変です。 ま、なので、えー、今日もね、えー、もしかするとちょっと大変な読解の量になってしまうかもしれませんが、そこはしっかりね、えー、ついてきてもらって、あ、だからこそしっかり予習してね。いいね。はい、ではさっきに説問見てみましょう。はい、本日の問題は九州大学の問題で、まあ、なんなら出典がもう玉勝まというね、出典だということもわかってます。防戦部、各疑われるとは何についてどのように疑っているのか詳しく説明せようという問題です。 ま、これも回答のフォーマットは決まりそうだね。何について、どのような、ああ、疑いですかっていうふうに言ってますので、まあ、回答の骨子としては、ほにゃほにゃについて、ほにゃほにゃに疑っているって形で作れるんだね。で、あとはですね、今日これ出典が玉かつまだってさっき言ったんですが、あ、それをちょっと利用したいと思います。この玉かつまというのは、大きなジャンルとしては、随筆というジャンルに属します。 で、じゃあこの随筆というジャンルを読むときに、我々はどういう点を意識したいのかっていうと、随筆というのは、作者の経験談や体験談を語り、その話を抽象化する形で話が進んでいきます。まあ、特に日本三大随筆と呼ばれる枕の奏詞、法上記、つれずれ草のこの3つも同じように随筆として読解するときには、 そこに登場人物として作者がいる。その作者の経験談をもとに何か彼ら、彼女たちが主張を述べていくんだっていうスタイルの読み方が要求されるよね。ただ、これ、玉勝馬っていうのは元織のりという人が書いた江戸の近世随筆なんです。するとですね、この玉勝馬ぐらいの時代までやってきてしまうと、まあ随筆は随筆なんだけど、より評論に近い形で、 え、書かれるというのがポイントになってきます。ジャンルの大きな枠組みは随筆。でも、玉勝まについては、ある程度ちょっと評論的な側面も強くなってくるのね。先生、だから何なのうん。評論的な側面が強くなってくるときには、我々、読解上、あることを意識した方がいいのよ。それをちょっとまとめておくね。 さあ、それがですね、ジャンル、評論を読むときに、ある程度我々が意識しておいた方がいいことです。あの、当然現代文に評論があるっていうのは当たり前だけど、古文にも評論はあるのね。で、その評論というジャンルを読むときには、二つのことを意識してあげると、より読みやすい時がある。それが、まず一つ目は、 やはり何かを論じるっていう風になった時には自分の主張だけを徹底して書くっていうのはこうあまり得策ではないよね。そうすると独りよがりになってしまうから説得力に欠けてしまう。だからこそその時にこういう手立てを我々は使うね。つまり対比だ。対比の意識。つまり何かを論じるときに自分の主張に対して例えば一般論を持ってくるとか。 A さんはこういうふうに言ってるけど、僕はそう思わないんだのように、一般論と筆者の主張、あるいは A さんと B さんの対比のように、何かと何かをこう対比させる形で評論っていうのは描かれやすい。全部じゃないよ。全部ではないけど、それを意識した方がいいっていう話ね。 ちなみに今僕は簡単にこれ対比の意識って書いたけど、じゃあ皆さんは言語情報を読み解く上で何が対比の合図になると思って文章と向き合ってるのもちろん何かディスコースマーカー的に気づくことは当然あるよ。しかしとか逆説の接続助詞が来たらそりゃ対比になるよ。だけどそれ以外にも我々はいろんな対比の構造を知っていなければいけない。例えば僕と学んだことで言うとこの講座。 で、やっている、形助詞の和を使う対比なんていうのもちょこちょこ出てたでしょまあ、それ以外にも、ただ呼びでね、英語の講座であったり、現代文の講座見てもらうと、例えば、時の対比出るようなんてことを学んだりもしてるよね。過去と今の対比とかさ。あるいは、場所柄の対比が出てくることだってあるし。まあ、様々な面での対比性っていうのはあるよね。だから、 あの、難関大学を受験する人たちが、やはり大学受験を通じて感じなければいけないのは、様々な科目で学んだことを、いる、こうね、いろんな視点から、ありとあらゆる視点から、しっかり考えられるようにしてほしいんだ。つまり、英語で学んだ言語の捉え方を古文や漢文にもうまくね、映してほしいし。 あるいは漢文で学んだあ対比の構造、あるいはあ否定の語句の扱い方を英語の時にも使えるんだったら使ってほしいし、現代文で学んだ具体と抽象の考え方を古文読む時にだってうまく使えるんだったら使ってほしい。他もあるんだよ。日本史で学んだ知識をうまく活用して世界史の何か現象を理解することだってできるし、世界史の観点から現代文を読み解くことだってできるもんね。これ理系の人は得意なんだよ。 だって、物理の勉強するときにどうしても数学的な知識必要になるでしょ生物の勉強するときに科学的な視点って必要でしょっていうふうに、理系科目は理系科目の中でうまくこうね、えー、リンクしているから、あ理系生ってこういうのうまく得意になるんだけど、文系生ってあんまり得意じゃないのよ。だから、古文は古文だけしっかり勉強しようとかって言って、古文のことだけしか考えない勉強しちゃったりとか。 漢文はとりあえず工法を覚えればいいんだって言って、もう漢文別物として扱ったりね、うん。そうじゃない。だって大学行ったらね、様々な科目をね、えー、こう学際的に見なければいけないわけだから、あしっかりね、えー。そういう点で言うと今日例えばこう対比って話なんだけど、皆さんは何をもって対比に気づくっていうのをもう一度頭の中でいろいろ整理してみてよ。僕の講座の中でもいろいろ出してるからね。古文、漢文、いろんな点から考えて。さて。 ま、さっき言ったやつに一個だけもう一個ヒントがあったんだ。それが二番目はって言われたら当然評論ですから、やはり具体と抽象の関係は考えようね。まあ、何か具体的な現象が出てきた時にそれをまとめる形で抽象論っていうのは振ってくるから。こういうのも今日使うかどうかはわからないけど、この意識は大事。 これも一緒だよ。具体って言われた時にあなたは何をもって具体に気づくのってこともいろいろ学ばなきゃまずいよね。いいね。例えばなんてそんな、真剣なものだけじゃないでしょ。もっと構造的に具体に気づく合図、いろいろあるじゃない。ね。そういうのをどれ使うのかなってことを頭の片隅に置きつつ読んでみようよ。今日の話まとめましょう。 玉勝馬は一応大きなジャンルとしては随筆。だけど評論的な性格が強いから、こんなことを意識して読んであげると非常に読みやすい。押さえてみてね。はい、では本文読んでいくよ。はい、では冒頭から見ていきたいと思います。冒頭です。 せぜのもしくは、まあ、いよいよの、物知り人を人ですから、シャーペン資格。登場人物出てきた時は、シャーペン資格といって、このような板書を取ります。まあ、物知り人って言ってるので、まあ、知識人ぐらいでいいんじゃないかな。まあ、代々の知識人や、また、今の世の中で、学問する人を人ですかシャーペン資格。学問をする人って言ってるんだから、学者さんぐらいだろうね。知識人や、また、今の世の中の学者さんっていうのは、えー、その人は皆、住みか、住んでる場所っていうのは、 里遠く静かなる山林を住みよく好ましくする様にのみ言うなるんだって。要は、里からね、人里離れた静かなその山林を住みとしていい場所だね、なんていう風に言ってるみたいよ。ちなみにこれ里に関しては、この講座。 アウトプット古文でもやっていたけどね。こう、里っていうのは具体的なあ人里を指す場合もあればあ、実家を指す場合もね、ある。とにかく、まあ何かこう人が存在している場所ぐらいなんだけど。まあ今回の場合で言うとね、えー、人里から離れたそんな三人が住みやすいよねっていう風に知識人や学者さんたちは言っているってことでしょう。さあ、その後、あこの言うなるおのおは当然文と文をつなぐ接続助詞としての登場。この講座。 うん。ですので、まあ、彼らは、ああ、その、人里離れた場所を、住み家として好ましいねっていうふうに言ってる。さあ、その後、和では、いかなるにかってなってる。さあ、正しく読むんだったら、やーかーの結びが点になっていたところって何の合図になるんだっけいいね。古文では、やーかーの結びが点になってた部分は、挿入句という、 扱いになってしまう。挿入句って何っていうと挿入句に関してはこの講座。実は今年の共通テストでも出題されてたような知識なんだよ。挿入句っていうのは何か補足説明や筆者の感想をめいたことを言ってくる。いわばナレーションのような機能なの。だから訳すんだったら私はどういう風うなことなんでしょうかっていうねえ、ナレーターが入ってきたわけだ。 まあでも今回このナレーターは我はって書いてあるから、あ今日金星随筆を読んでるってことを考えたらきっとこれは作者なんだろうね。作者であれば私はどうかなさらに差は覚えず、ただ人しげくにぎわわしきところの好ましくてってなってる。さらにとずれ幸運の福祉って言われるよね。少しもそんなことは思わないんだって。私はどうかな私はどうかな私はどうかな そんなことは決して思わず、ただただ人が刺激、たくさんいて、賑わしいところが好ましいんだって。さて、このおは、順接逆接どっちだねおの接続助詞は、文を順接型と逆接型どっちでもつなぐことができる二刀流の、ん接続助詞だったよねで。二刀流の接続助詞ってことは、 純摂逆説の判断は、この上の文を条件にして、後ろの文の結果との整合性でしか我々は判断できない。だけど今回判断すると、知識人や学者さんっていうのは、静かな場所を好ましいとしている。私はどうかなそんなことは決して思わず、ただ人がたくさんいるような場所が好ましいんだって言ってるってことは、 絶対に今回このおは逆説だって見えるし、私はどうかな人がたくさんいる方がこのマシンだ。彼らは静かな方がこのマシンだ。すなわち、今回は明らかにここが対比になってるねって見えるようね。 オッケー。今日は玉勝馬だから評論的に読みたい。なるほど。学者さんとかは静かな場所がグッドって言ってるけど、私はそうは思わない。たくさんいた方がいいんだって。だからどうなってる猿呼ばなれたるところなどは、そのように世間から離れた場所っていうのはアスタリスク。同じような表現、似たような表現出てきた時は僕アスタリスクふるね。 これって、ここのことでしょだから、私は人里離れた場所っていうのは寂しくて、なんだか心もしおれるように思っちゃうんだって言ってるみたいよ。ここはだからここで軽く対比してるよね。ここと、こうしようか。ここが軽い対比だね。つまり、作者は人がたくさんいるような場所がプラスなのであって、学者さんたちが言ってるような 場所っていうのはなんかちょっと気分へこんじゃうんだよねっていうふうに思ってるって話だ。さあこういうふうに対比って大きな対比と小さな対比当然出てくるからね。文章を読むときはその対比の代償関係も気をつけようね。大きな対比は知識人と筆者の対比。その上で筆者はたくさん人がいる方が良くて。 知識人たちが言ってる方はあんまりねっていうふうに思ってるっていう対比構造もしっかりつかんでね。続きは本日の授業はいかがだったでしょうかテキストには復習用もついてます。復習用に関しては必ず僕の授業を再現するように復習してくださいね。どのタイミングでどの知識を使ったのか、どう読み解いたのかを必ず僕を思い出すように必ず復習をしてください。